さあ、佐藤美奈選手です、はい、どうグランプリ向けて気持ちの方は。そうですね、気持ちの方は1ヶ月ぶりの競争なんで、うん、まずその普通競争を1ヶ月空いてることってなかなかないので、うん、そっちでドキドキ し、まあ、してないんですけど、してます。してないけどしてる、ね、でもなんかこう期待感みたいなのはない？あんまりないですね。やっぱり私より強い選手が6人いるので、もう自分はやれることをやるだけなので、特に何もないです。あそこにレクサスも置いてあるけど、見えちゃいました ね。そうです、乗って帰りたいですね、できれば。乗って帰れないね、はい、うん、だから乗って帰ればそうします。近いんだし。そうですね、1時間かかんないんで乗って帰りたいです。ね、なんかグランプリ向けて特別なこととかやった？そうですね、と1本集中じゃないですか。なのでそれに合わせてアップとか もう競争と同じような感じで、その1本だけに集中する練習をしてきました。うん、今年はどんな年でしたか？そうですね、1月から11月の競輪祭までとにかく忙しくて、で大きいレースを取れない分、普通の開催で取らないとグランプリ出れなかったので、もう常に優勝だけを見てカツカツの走りをしてました。だからなんかね、やっぱこう練習も十分にできたっていう、練習も十分できてレースを走ればいいけど、どうなの、練習はできてたの？11月まで本当に月3本だったりとか、仲がなかったりとかで、もう練習、レースが練習みたいになってしまっている部分多かったんですけど、まあ、その中で考えて練習はできてました。うん、まあ、そろそろ落ち着いてね、しっかり練習やって確実に勝っていくっていうのもね、一つの方法だと思うけど。そうですね、これが終わって2週間あるので、まあ、その2週間で、まあ、ケアとあと集中した練習ができたらいいなと思ってます。うん、ちょっとあれだけど、来年の目標は？来年の目標は、まあ、競技も少しずつ始めて、まあ、競輪でも、日本の競輪でもしっかりこう児玉葵さんのようなダッシュをつけて勝っていきたいと思います。さあでは、今回の、ね、グランプリの向けての思いをファンの皆さんに。はい、いつも応援ありがとうございます。レクサス乗って帰れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、佐藤選手でした。ありがとうございます。